ほししら。シェ、えーラシマザガトセンノーンゲスヨビーツイッターにも投稿されましたね。ヤリツイートしますね僕もリツイートシマス。いマ、はいシマデスですここ猫生はトったのタを今ツイートするをここにいないこニこ イロツイーイトタイム中ツーイートしました、ここにいない。ここにいろ。ここにいないって言った時にみんなは来るのかなどうも。来るんじゃないまこ来ない人も来ないんだっあ、いないんだって。あ、じゃあいいやみたいな。で、後ほどいたということが発覚して。ぶち切れる。れるいないって言ったじゃないですか。そう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 。そこまでの流れができてんだね。もしれゃあここにいない。 じゃ、あ一応、あの、いや、本当はいますってとく。本当はいます。本当は。本当、いや、本当はいますってとく。ちゃんと、弁明をするのね。そ弁明をしておくことにより。そんな怒られないみたいな。なるほどね。はい。まあ、そう、大事かもしれませんね。浦島坂。やべ、俺、回数、回数、俺、重ねて、おくの、忘れてた。またか。や約束の。エンドレスエイトや。ということは、今日は。六五。六、六だ。六、六じゃない。六だが。 回を重ねたということで、はい、ああ、まあいや1 6で、ああ106でやるか。優しい優しいね。ああ、俺は誰にもすべての人間に対して優しいからな。何言ってもこんなおの仏のか、まず暴言吐いてみろ。許してやる。小笠間来い。うん。必勝。暴言が。ああしね。あの今俺じゃない。はいそう坂田が順番守ってなかったから。そう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 。だよな。ああね。

俺がエビから嫌ってきたんだ。そうなんね。エビからな。エビに嫌われてる。そう。実はね、浦田さんは、エビが嫌いって言ってるけど、実はエビに嫌われてる説ね。これ俺も提唱したかった。俺じゃないの。それはたんがいつも、俺エビは苦手だからって言われてるたびに、エビからしたら、いやいや、こっちのセリフやしみたいな、そういう。そう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 。なんかね、振られる前に振ってる、ダサいよ。そう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 。俺が好きじゃなかったから、好きじそうかす。そんなみたいな感じの。何が違う人、ビビるわとか言ってこう。そういうこと。 そうそそうう悲しくなった俺もそう思ってたわじゃあ俺エビ食えんの嫌われてるけどまん嫌われてるから多分なんかこう悪いやつ出されるんやと思う食べるときにあ俺だけ俺だけちょっと味悪いそう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 なんかこう食べようとした瞬間にうんこしたねみたいなやつブリブリンキすぎブ調理後でもされるぐらい嫌われてるってことやねひもすぎだろ調理後でもねすごい嫌われてんな何にも。執念やな執念だったんだね執念だ さあというわけでこの間仙台公演終わってきましたい。はい。ありがとうございます。ありがとうございま<や>す。それも頑張ったね。いやめちゃめちゃ楽しかったあ。感想ですか。感想はめちゃめちゃ楽しかったでーす。イエーイ。イエーイ。すごかったよね。しかしもう全部楽しかったあ。あのシーンでしょ。あっこでしょ。まさかまさかマーシーがまたギャン泣きするとは思わんかったわ。確 <laughs> 確かに。

お客さん、しましまくんって、お客さんももらい泣きしてる。すごいな。順応してんだ。すごい。開始5秒で会場全体が涙に包まれてました。すごい。もうびしょ濡でですね。化粧もなかったかのようになる。なかったでしょうね。俺気になるんだけどさ、武道館公演もしかり、全部のツアーもしかり、今までもしかりなんだけど、あの俺らめっちゃやっ汗かくじゃないですか。 お客さんって汗かくのどうなのかかくね。かく。かいてるでしょ。うん、だって、あの、ちょっとこう、最善の方でさ、あの、煽おったりするじゃねみんなこう、はい、来いよみたいな感じで。ほらそのその瞬間、あの、汗スメるだもんね、結構。そい、ほんとにほん本ほんと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 適当なこと言ってほんと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 ほエとじゃあねんごほんとうんとほんとほん

招待とかで、招待っていうか普通に見に行くときあるじゃないですか。あの他のライブはいそうそうそう。そうゲストで。あれでね、一回ね、頭を思いっきり振ってるときがあったんですよ。うお客さんがね、ブン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 とね。そのときはね、いい匂いがした。どういうことその人、女性のその髪の匂いがした。そう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 、それがふわって。ふふわわその原理で行くと、つまり、それがきっと男性の比率が高いライブになると、まあ、

俺だけ、俺だけ、体がめっちゃふわって広がってんの。そうそうそう。おいでめっちゃフワーみたいな感じで。めっちゃぶってんねあの四角ぶさり。なるやんけ、そんなんしたら。なるほどね、セナさん。セナさん。自分の匂いなのではという。ああでもね、これ俺ちょっとじゃあ、いきやり。なんでなんでだ。いや、この間で、あの、楽屋でセナが、こう、しぼりのぐ汗がいたって言っててさ、あでも不思議と、僕の。 しれるぐらい書いてあっのシャツに書いてくださいよってこう言ってて。いや、うだったさんとかにも全体に出て俺ら。全体に言ってた。って言うてて、書いてん。虫をやってん。待て待てそれを嗅がせて、実は別の用意してたん、シャツ。あ新品をただただ水道水で濡らしただけと見せかけて。そう。 <laughs> 自分は普段から匂いませんよアピールをしようとしていたとそうキモすぎやろ <laughs> その想像もひねくれすぎでしょこれ <laughs> すぎやろ <laughs> いやだか,らかだから俺らが楽屋に行ったら俺その犬のあーおつくろおつくろやみたいにちょっと遅れてくるみたいなあの準備してるから<ー>いつもそうそうそうでズブズブに濡れたあの、うん、エアリズム持ってもうめっちゃ絞れますよとか言ったら言わなと僕は見たのまでやってるキモすぎやろやめろやめろ まあそんなこんなで、センラさんは最善の方の匂いを嗅ぎます。よろしくお願いいたします。はい。いや、これもいいですね。すまないねから、最善の人たちは、私今書かれてるかもって、ちょっと嫌な顔すると、セレナは直す感じです。もう近づかねえよ特にそれは、あのどっちですかあの紙手、下手まながどちら半円から。いやあれは、あれは、あれは、うーん、うーん、あれは。全部、全部。全部。 全部によってます。よろしくお願いします。全部によってます。全部によってます。まずは神手。こんなもんか。おお、これはすごい。当たりだ。今日当たりだ。面白い。当たりだ。 ますけどあ今日はオープニングから楽しいわ。楽しいわじゃあ、本日もやっていきましょう。浦島シマザんのゲットビー106回、イベ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 イイベ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 イ誰だ誰イベ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 しベイベかベイ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 かイベ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 イ確かに。確かに。ベイ浦イさイベイベイてイベ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 イ確かに確かにベイ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 かイベ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 ん ここついてきたの。人に人に譲るとかマジ腹立ってきたわ。やめよう。やれやれ。じゃあ行きましょう。ほら。じゃあ行きましょうじゃね。ちょっと俺がボケ切るまでをやらせてほしいよ。もういいわ。ごめん。カットカットしてしまった。カットすんな。YouTube。じゃあマジよね。ごめんなさい。お願いしまはい。それでは F2OT のコーナーからいきます。

えー、え黒、ー、柳さんこんばんはサンタスさんと書いてサンタスさんと書いてサポミといいます。 仙台公園お疲れ様でした。私は両部参戦させていただきました。仙台仙台夏の仙台公演は今のところ皆禁賞で参加させていただいています。仙台どんどんパワーアップしていくステージパフォーマンス、ダンサーに歌とブラシマ・サの皆さんから目が離せません。大好きです。ラブラブ,ラブさ。ラブラブラブーブラブラブさブラブラブラーラス。ラーラブ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 ラマのイメージが出てきますブ、ね、ラブ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 ありラブ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 

ザケンじゃねえよ。おお、どあセリフだ。セリフなんでだ？セリフセリフ。ザケンじゃねえみたいな。キズオ、キズオなんか波線ザケンじゃねえ波線っていうのがなんかサブタイトルみたいな感じでしたねずっと。知らなかったわ。なんか女の子。見たこと気が強いんだよね確か女の子。そう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 。そうだ井上真央ちゃんでしょ？そうだ。懐かしい。ね。結構シリーズは続いたよねあれね。そう。見てたわ。懐かしいな。キッズオとなんか夏休みなんか三時ぐらいにやってる。 あのお母さんと一緒じゃなくてだっけ五つ子みなの大好きそう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 そそれああ、懐かしいな。見てたわ。見てたわ。大好き五つ子大好きやったな。懐かしい。休みって何でもやってるからな確かに。タッチとかもやってたよねュー時ぐらいにン。やってた気がする。連続で。やってた。というわけで、皆さんは小学生の。小学生の頃に印象に残っているドラマやアニメだってさ。 うん結構答えてるな僕いきますお願いしますええ、アニメスクライドですうわなるほどダブル主人公あれ深夜じゃなかったのね深夜じゃなかったがすそうか18時ぐらいにやってたやつ多分多分主人公が星さんと緑川さんのダブル主人公で男と男のまと付き合いというかまじでこうめちゃめちゃいやあの頃に っって言たらあれだけどすごいクオリティの高いアニメだったなってずっとずっと記憶に残ってる皆さん気になるなら調べてみてください多分、声優ユはセイユの皆さんだったら絶対めっちゃいいじゃんってなるもん俺も特にめっちゃいい確かに確かにねまずは調べてみてくださいはいなるほどね超面白いよ超面白いマジで超おもろ男の子は特に好きだねって感じそうだね男は特に作品ですよね素晴ら素晴ら島 他の方あ俺いきますかえ、アニメ、ドラマか、小学生の頃か、それこそ小学校の時はよくあの、ま、はい、何でしょうか <laughs> はい、はい、答えてああ、俺は魔法陣ぐるぐるとか見てましたね、アニメ。<ー>ああ<ー>、なんかきたきた親父っていなかったっけあ、来たいたいたいた。あ、来たいた来た。あ、来た来た来た。あ、来た来た来た。た <laughs> あ、来え <laughs> そうなの,あのすげえじゃん。そう らり何にがちょっとエセティケアでおやじ、ね、の親毛とャトカツイテナンスカスのピオシャティケンヨ。ピオシいてィケンヨ。ピオシャティケンヨニギリデクルンスカ。キレイノニギリデクルンスすなんかそのテント<ー>テントの中からギュッギュッギュってこう音が聞こえてきて。 ご主人公の二ケとくくりが見に行くと、イラリ、りにぎにぎりょうキ、ワキ、ギュッ、ギュて言いながら、ほう。ワキの三角のところで、こう、にぎにぎってこう、言ってるっていう。すごい。一番初期のやつですね。へえ今度、マーシーのディして確かに、この間、ケータリングで、うん。あ、出そうや、マーシー。マーシー版これが、そう。で、それをちゃんとムービー撮って、あの、オープニングで流す。嫌だな。まあ、きついところから始まるんですね、それ。 10、9、8、7、2、5。だいぶ手前から始めたな、それ。ーぐらいからで。食べてれば別にその、ほら、なんかバグなんだろう、あの、ゴミとかにしてるわけじゃないから。うんうんうん、そうそう、悪いことはしてない。確かに。そうこの後はスタッフがおいしくいただきましたみたいなもんですからね。そうですからね。ちゃんと僕らは食べます。はい。はい。はい。食べます。ええ。 こんなもんかなぁ <laughs> じゃあ一番話に乗ってこなかった坂田さん,さんいや僕ね <laughs> あんまり小学校の時に見たドラマやアニメって思い出せないんだよね <laughs> 中学校の時でもいい何目だ <laughs> 中学校の時でもいいいいよ中学でいいよ <laughs> おい結婚できない男めっちゃ好きやねん中学あ面白かったねあれ 中学校生、中学校生の,の,のやつそう。あれめっちゃ好きやねん。あれおもろいわー。めっちゃおもろかった。あれと、うん、えっと、マイボス・マイ・ヒーローっていうドラマがすごく好き、ね。あ長瀬、長瀬のやつそうそうそう、手越しも出てたやつ。めちゃくちゃおもろかった。めっちゃ古るやつや。そう、あの二つが僕の中でトップドラマですね。やっぱマジか。ドラマか、小さい頃でドラマあんまりわかんねえな、そう考えると。 やな見てたんやろうけど、記憶にない。そう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 。たぶんだって全然覚えてないもん。二人っ子とか多分あったけど、全く覚えてないもん。言われてもおかない。なまじで二人っ子有名やでめちゃくちゃ。何二人っ子えっと、ほら、あの、双子のさ、えっと、何やったかな双子の有名な人、何でしたっけの人ら。マナカナマナカナが主人公のやつよ。へえ結構、マナカナちゃうわっていうのを期待して、その後ザタッチって言おうとしてたのに。 まさかストライクっていう。そうなんですよ。収まってもうたみたいな。確かそういった気がする。なんかそういう、でも覚えてないもん、全然内容、全く。覚えないな。せんな、なんかあんのウォーターボーイズ。あー、見てためっちゃ見てたはいはいはい。めっちゃ見とったこれ、僕ら。面白かったね、あれ。どんどん話進てみてた。面白かった。やろ、俺はウォーターボーイズでしか泳がないとか言わせろ。 それはちょっと違う。それは、少しフリーみたいな。それは、浦田さんが好きです。なんだウォーターボイズでしか泳がない大した泳げへんやん、もう、距離は。ちょっとじゃん。懐かしいな。ウォーターボイズて海が存在するみたいになってね、なんだろうね。あれ見てたね。あの、相葉ブサちゃんが主演の、えっと、あれ。なんだなんだボードのやつ。カンのやったっけなんだあ あ張ってきましょう。ダえ、あれはね中学だねあ中学生とあの、エクラナちゃんのチアリーダーのやつを見トだよ。はいはいはい。ダンドリー、ダンドリー、ダンドリー。あそこ、よしすごいな、ドラマスタやル。あと、あの、あれ。花ハネうダンゴ。ああ、何ですかハ花より団子じゃなくて、フォーマーカーテン、あ、メイちゃんの黒ロじゃろあ、みて。あ、それ見てた。 のブタウプロデュースれいけない太陽ななななも見てた花盛りそれは高校生ぐらいかそうだね海たちだっけライアーゲームメイちゃんの出汁でメイちゃんの出汁でメイちゃんの黒出汁ちゃうでメイちゃんの黒出汁ちゃうでうるせナなれメイちゃんの出汁で誰だったの悪魔ですまで出汁ですか俺ですうるせイ俺で自分で言って誰も突っ込んでくれへんかったから自分で言いましたなるほどねはいそっか 答えたしま進めてくれ、うん、はいはいそれでは次のお便りを坂田さんお願いしますやります浦田さん志麻さん坂田さんせいなさんそしてクルーの皆さんこんばんは初 <Yeah. S 3> めましてももと申しますモモめっちゃ遅くなりましたがモモ、えー、夏ツアーの数々の公演お疲れ様でしたモモ私は先日福岡にてみな、えー、初めて皆さんのライブに参戦させていただきましたモモステージ上の皆さんはとてもキラキラしておりかっこよかったですまた参戦させていただきますとモモ、えー、ちなみにですがせいなさんは 1>, 1月末の XYZ x y z に参戦させていただいた時に初めて XYZ に参戦させていただいたきに最言いた <Z> しました z な、z えー、今回過去福岡は、えー、その時と比べて明るい髪色に明るい髪色だったのでまた印象が違ってみましたそして浦田さんは、えー、武道館前に髪色をピンクにしたり <laughs>、えー、島さんは髪色を青にされたりと皆さん結構イメチェンをされているイメージがあります 坂田さんも髪型によってめちゃくちゃ印象変わる方だと思います。そこで質問なのですが、デデンデンデデンデン今、えっ、ー、と、皆さんがされたい髪型または髪色はありますか今でなくても、えー、この髪型、えー、この髪色に挑戦したいなどありましたら教えてください。最後に、長文乱文失礼いたしました。暑い日が続きますが、お体に気をつけて、残りのライブも頑張ってください。これからも応援しておりますとのことです。終わりました。ありがとう。うん、はい。<Thank you. S 1> なるほどね。 何かありますやりたい髪色とか髪型とか。いやいや司会するのやめてもらっていいですかはい。何かありますやりたい髪色なのやめてもらっていいですかよくないよ。大番なんか髪型とか髪色。僕はね、あれだね。俺、ちょっとずつ暗くしていく予定ですね。10月目。ま10月は暗くならないんですけど、ちょっと来年。 だだんん暗くしてていこうかなと思っおりますそれに合わせて坂田さんの髪色が徐々に明るくなっていくと。そうなんです。誰かが変わって明るくなると。最終的には白髪になります。おお。それ行き着く先じゃね行き着く先。年齢的な意味の行き着く先。そういうことか。そはい。マシさんは。でも俺も明るくしてみたいな、ちょっと。無理だろうけど。 やるべきでしょなんかね死ぬ前一人ぐらいこうスパークな頭の人必要だよきっとまあたしてじゃあマーシーや次はマーシーがじゃあうんなんだけなんかね前見たんだよなんだっけな、シルバー系シルバー系？シルバーシュ系が似合うんじゃないかっていうパンすごいな何が多いってパン多いなと思ってようからみますね最近はい シルバーュすぐ抜けるんだよ。なああいう色って。うん。あそうなんや1週間ぐらいで戻るぞ。色が実は。マジでそんな早いんだ。まただなんかそういうシャンプーだっけなんか色付きシャンプーみたいなやればちょっと持つらしいけど。へぇ。じゃあ持ってかやってたよね、そういえば。なんか俺何でも全部やった気がするもう全て。一瞬やってたよね。今年にしかも。シルバーたな。うん。金髪。銀やって金やってピンクやった。もう赤もやったすごい。金髪すごく。っ ピンクすごかったな。ピンクやばかった。俺も好きだった。似合ってたなあれ。クレイジーな色だよね完全に。確かに。上人じゃできんいよ。おい、次じゃ緑ぐらいにしてほしいね。緑確かに。緑は無理だ。ちょっとち無理。緑無理。いや緑の頭怖くない？でで腹巻緑の緑の腹巻きしてあのねお前で。なんかに。完全成功。ゾロゾロか。 それあの新世界に行ってないほのゾロね。ちょっと緑か緑や,や。緑って髪に似合うかどうなんだろうね。あれは人の色じゃないよね。ピッコロやもんなぁん。ピッコロそ、ね。<laughs> そうやなぁ。これは肌だけどね。うん、ピッコロ髪ねえしな、うん、そもそも。うん、ないな。<laughs> そうか。ハゲか。<laughs> なんか金に、その横っちょに緑入れるとか。 その、二の上とか、二の上、二の上みたいな、そうアクセントに入れると綺麗な感じがする。それか毛先とか。確かに。毛先とか、たまに、見かけるぞ、こたぬきで。いるね。俺る。うん。ね。毛先、剃りだみたいな。うん。いるね。うん。じゃ、まわしはシルバーにする。はい。シルバーシュにしてみたい。オッケー。そうですか。他なかったです。坂田せん。まあ、特には、今のところ、ないですね。なんか、こういうのにしたいな、みたいな。俺は。そうだね。ふさふさになりたい。 それは一緒や、俺も。俺と坂田はふさふさになりたい。それで行きましょう。はい。行きましょう。はるなさいね。ふさふうん。頭皮に悩むことで。に悩む浦島坂田さんや嫌だな。いや、まあ、年相応ですからね。すまんね。年相応ですからね。すまんね。はい。年そうなのかすまんね。すまんね。まあね、気をつけていただいてね。はい。頭皮のケアなどなどね、しっかりしていただいてね。頑張ってたださい。はい。それでは次のお手入を、え千楽さん。 お願いいたします。浦田さん、島君、坂田さん、瀬名さん、山田抜きちゃん、クルーの皆さんこんばんは。は、なんか、うん、なん、なんも。浦田さん、島君、坂田さん、瀬名さん、山田抜きちゃん、クルーの、は、なんなの、今の。待って、待って。はい、なんで島君なんだよ。そこ、そこでしたか。そこがお気に召さなかったですか、もしかして、距離感、距離感。世論とはちょっと違いましたね。あ、確かにほんまや。みんなさん付き合いのに、島君だけ、島君や。 まあいいかじゃあ浦田さん島さん坂田さん千奈さん山田狸くんクルーの皆さんこんばんはこれなんだえー何かシオンかな姿に音とか言ってシオン姿ね姿ねいやわからなんて言うのこれ姿ね絶対違うな絶対違ういやいやなんて言うのこれ姿見みたいになってるけど姿音姿音姿音でいいか姿音と申します仙台公演お疲れ様でした直球なのですが聞いてくださいワテの服はんやこいつこいつやべえぞそもそも。 ストリート系が多いのです。ストリート系の服を着る女の子はどう思いますかあと、浦島坂田線の皆さんはどんな系統の服を着る女性がいい女だな、格好、オ俺好みの服装だなと思いますか <laughs> 男性の意見を聞きたいので質問させていただきました。リリーベなどのイベント頑張ってください。わては受験生なのでどこ,でどこにも行けません。<て>でも、月曜日で元気をもらえているのでとても良きです。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。山田抜きちゃん推しの。 姿音でした。あと山田ちゃん推しでも千奈さんのこと怒っていませんから、はっはっ、かっこネタです。やってみたかったんです。すみません。ということです。ややつだなりきれ。ちゃんとやりきれ。ストリート系でどんな服なのわからないけど。だからほら、キャップかぶって。ゼロ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 。あ、ゼロか。マジでゼロだんヨヨみたいな。ヨヨみたいな感じラップみたいなラップみたいな。なるほどね。 別に好きな服を着たらええんじゃん。おいいじゃん。もっと言え、もっと。ねえ。ゼロの、ゼロみたい、ゼロに、ゼロ目指してくださいよ。もっと。まあ、ゼロは B10 入ってるかもしれんけど、まあ、近しいからね。どうぞそうねあれやろ、要するに服に番号とか入ってるバスケそトの服装。あ、そう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 。ええやん。一番なってくださいよ。坂田さんは好きな服を着ろ。え好きな服を着ろと坂田さんは。そう、俺はね、自分が好きな服を着てるってのが好きよ。 素晴らしい、うん、それでいてもはいえ、なんなのイケメンすぎ坂田さんだぞなんかライブの日あの裸ができてますもんねあのあの服はいらんとこれ衣装を用意されてるからとこれこそが思考の姿よって言って裸で登場するから。<laughs> うん、確かにだってもうそれねお客さん見られたらあかんからスタッフさんめっちゃ前もっていろんなところで貼ってるらしいからねされたらここから来るかなみたいな感じで <laughs> そうそうそう歩くたびにあのちゃんとあのあれやから誰か一緒によく言っていてくれて資格作ってないからタオルにタ,ルにタルに <laughs> なるほどタオルで巻き込れてる見えないように <laughs> その力で、あの、坂田100%をしてるってことね、はそう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 。そうなるほど。れはすごい。素晴らしい。はい。へぇ、服か。服ね。服か。ガチ好みの話する。いいよ。いいよ。えぇ、何系のはもはある。なんて、ま邪魔し。俺は、まぁ、その、ショートパンツとかも好きなんですけど、うん。やっぱり、キャンタマミソやつ女性って。 女性つっ女の子がない。男が履くとまあまあ。出るか場合によっては。俺最近あの可愛いなって思うのがあのあれですねあのなんでしたっけ？あのニットのノースリーブニットみたいなこうなんかわかります？あのノースリーブのはっきりせん。これがね意外になんか結構ね夏でもこう着てる女性多いですよね。夏なのに？ 夏なのかなえっと、そのサマーニットるあ、そう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 、そのノースリーブのサマーニットに好きにとか。うん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 。そういうファッションが最近好きですね。えパンツかスカートやったらパンツ。おなるほど。圧倒的パンツ。なるほど。なので、えリリーベくる方はよろしくお願いします。おおい。 うんなんだ。今ストレートファイターでやられた時の音したな。You win. Perfect. どれか。他な。うん他皆さんはなんか好きな。僕は私こういうの好きですみたいなあります？うん。うん。私もね。うん。私もパンツ好きかも。黒いスキニーとか好き。おお。ああいいですね。うん。上はまあ好きなんか着た円っちゃうって。なるほどな。なるほどね。 うん、僕はですね、なんか髪が長い方には、その、まあ、パンツ系なんかスラッとしたというか、を履いてほしく。うん、うーん、そうですね。ねあ、でも一番好きなのは、ちょっとストライプシャツと、ちょっとなんか花柄のスカートとか、でうまく、なんかちょっとワンポイントに腕とか、うん、まあネックレスとか、あと、そうですね、だ、うん、メ眼鏡とかもつけてもいいと思いますね、私は。あ<ー>あー、いいですね。 右手には黄緑のラババン。そうですね。右手には。で、左手には赤をつけて、えっと、リリーブには。口には刀を。そう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 。で、じゃ右手にはシュースイだけから、の刀を持ってもらって、で、左手には。何でしたっけあの、まちょっととりあえず刀で。まだ一文字は口ですね。口ですね。そうですね。で、あとはバンダナを頭に巻いてもらってと なるほどね。あのバンドナかっこいいよな。かっこいいあのバンドナかっこいいよな。あれ巻くとき本当にテンション上がるときだわ。本気のときだもん。本気だからね。そう。やっぱゾロ。あれ好きだ。ゾロです。やっぱゾロ。ゾロ 言っちゃった。ドスのドスのリリーベでほんまに緑の花巻き一人ぐらいいいんじゃないかな。どうなんだろう。いねえんかな。そしたら大倉さんが多分。もう多すぎじゃねえって多分。あとあの砂だらけのおにぎりうめえって言っうめえって言っといてくれあのガキにってね。拾ってくれ。塩がな。塩がめっちゃ塗られてて。あ、る砂糖か砂糖か。モーが。そうモーのモー懐かしいな。あの超イケメンか。シヌモはあれイケメン。 あ、俺マーシーと同じで確かにあのサマーニットあ、俺それの黒がいいなあ俺も黒がいい黒で下はコンコンかなコンぽい色、なんかそういうあいい好きありがとうございますうるせえなめっちゃ好き今今日日一、あとそれでこうちょっとこうタートネックっぽくなってたらめっちゃ可愛いああいいですねあいいなで帽子俺なんかハットだなハットカブってどうしそうで。あかキャップだな。るあなるほど俺バンダーだな うんねああで口にはドイツ文字口にワード一文字こういうのいいよねニコ玉で今出してる画像のやつこういうのいい気になるなニコ玉それじゃあの裏坂のリリーブで誰か来てってくださいニコ玉気になる誘導誘導するこれこれ来たらマジで面白いんやけど気になるな画像が気になる人はニコ玉の方に飛んでくださいああゾロ新世界カって書いてるやつシンセカイかれなんだ刀あの間違えて船違うの乗って終わったやつ はい。はい。んな感じですかね。はい。坂田さんは言いましたっけ。何でも言って。何でも言って。あれお風呂上がりのやつじゃん。りはい。ということでね、今日言った服装でリリーフやネズミさんしていただけたらなと。はい。さあ、じゃあ、ラストのね、お便りはちょっと色が濃いですけど、浦田さん、怒らずにお願いします。はい。わお願いします。

毎イ月ラジ、戦闘用 BGM として楽しく聞かせてもらっております。それが合戦、合戦かな突然だが、質問があるのだが、この話し方だと堅苦しいから、今風の話し方にします。まあ、あまり慣れてないから、間違いあっても多めに見てください。それでは質問です。うん、私には倒れる上司がいました。しかし、ある時仲間の一人がその上司を本能寺で焼き打ちしてしまいました。私はそれが許せなくて、<laughs> ついついそいつを殺してしまいました。てヘペルー。 それから、1週間たった頃くらいから、私の後ろに幽霊が現れるようになりました。そいつはいつも、ひでよし。お、ちと、毎日行ってきます。それでで、お茶を,、えー、お茶を渡すと、満足し満お感じちゃんと、ま、満足し帰っていきます。満足げ満つ。満足げに帰っていきますってことか。満足げ帰っていきますって書いてるから。別に害はないのですが、す睡眠の邪魔をされてムカつきます。どうしたら幽霊は、あの世に行ってくれるでしょうか。また、お4人様は、<laughs> こいつ。<laughs> 許せんなくてやってあ、すみません。また、およお四人様は、許せなくてやってしまった行為ってありますかてめえのことだよえもしこれが読まれたら、家で幽霊とパーティーでもします。バカだえー、最後になりましたが、<laughs> 武道館となつつ、お疲れ様であります。私は当選したのですが、突然の戦により、別の方に参戦してきました。てめえみてえなやつがいるからよ、チケットがま、だから次の大阪のリリーベには絶対参加します。おほほほほ、それでは、ハバーナイスで。あ,あ、あ出た。あ,あ、あ。 どうりでな。うりでああ。尻リンいをせればならんな。なんていうかねうん。頑張って作ったことは、評価するけどね。だってな。うん。秀吉お茶って、キャス主やったよな、ケチミツヒひって。確かに。どんだけお茶ちゃも。 もうい方モいモイの方ういも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 ういうやもうやもういもういもやいもう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 いもあのもういもういもう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 もっもう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 もしもう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 うもももううも タイムスリップの可能性も、まあ、なきにしもあらず。ジョンタイター。ジョンタイター。ちょっと真似しようとしたのやだな。しかも、しかもミスる。ミス。るジョンタイター。ジョンタイター。あ、誰なんですびっくりする。誰、誰、ちなみに一応。ジョンタイター。誰。誰、誰の話。多分、だとは思うんだけど、誰のマネ誰の話。全然。わかんなかった。わ

なこれ結局何言いたかったんこれだからまあ豊臣は明智がずっともう幽霊として出てくるからよも、うん、夜も眠れないので、うん、どうしたらこの明智はあの成仏してくれますかねうらしますか,か安倍の生命でも安倍の生命にでも頼めや知るか以上 <laughs>、まあ、まああとねそもそも,そもそもね仲間の一人って言ってんだからほぼお前のせいだろ <laughs>、うん、確かになまあ、うん イラストきましょうはいねイラストまず一つ目1枚目に準備していただいて私が読みたいと思いますのでゃね私読んでるので準備をお願いします。ではイラスト1枚目こちらです浦田さん志摩さん坂田さん千楽さんクルーの皆さんはじめまして錦野春香と申しますはい今回夏ツアーは福岡の夜の部に参戦させていただきましたステージに立っている皆さんは。 皆さんはとても輝いて美しかったです。また福岡来てくださいね。今回は夏っぽい浦島坂田線を描かせていただきました。そこで浦島坂田線の4人にこのイラストにアフれこしていただけないでしょうか。ずズずシしお願いですみません。これからも長い日が続きますが、熱中症などに気をつけて活動を頑張ってください。長文してしました。PS 左上に注目してみてください。んわあ怖い、ベジータや。ベジータなんだ、これ。これ、ベジータだったね。まさか。 リーダーはリーダーを抱えながら。誰かをしていた。まあ、なんか俺ら、これ。ベジータやん、これ。可愛い。女の子、可愛い。可愛い。嬉しく。こっちのコスプレしてきてくれ。当日は。可いね、これ。可愛いよし。可愛いよし、かわいよし、み。あてれ、あてれこしてくれって。え、じゃあ。はい。じゃあ、俺から始めるね。みんな、いや、どうはい。 また外れちまったわ。まじ、バケンうの難しいわ。なあ、島。ま。ああ、そうだね。確かに、バケンあれだよね。こんぐらいのサイズの。こんぐらいのサイズのやつだよね。バケンマジあそこはなんか、坂田タウレスだけどなんか、いいことあったんか。センダーさんの髪の毛熱そう。お前、お前と俺のがツいわ多分服あ、マジサかタン、昨日のナイター見た見てねな何それ。 カラティティフォキューチューケーネーなーシブスギーシブセンネーズシーブーズシブセンネカトカート短い裏ネさん短いねこれほぼ見えてるなほぼえてるなほぼ見えてるほぼ見えてるな見えてるなほぼ見えてるほぼ見えてるなほぼ見えてるなほぼ見えてるなほぼ見えてて可愛いぼ見いてなてなはいじゃあ次のおりいきたいと思いますはい次、坂田さんお願いします 任せてくださいな。ね、ちょっと待ってくださいな。かわいいな <coughs>。か可愛い,いまた。またこれや、えー。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、えー、クルーの皆さん、こんばんは。びっくりはてな。チカと申します。イラストを失礼いたします。えー、突然ですが、えー、もうすぐメモリーログの発売日から2年。つまり、<ー>浦島博田支援2周年。やったー,ったーということで、勝手にお祝いイラストを書かせていただきました。おめでとうございます。 以上は公式 <laughs>、えー、様のイラストを参考にさせていただいたのですが、間違っている箇所があったら申し訳ありません。だって、ハテナハテナハテナって書いてあったから。最後になりますが、えー、先日は仙台公演お疲れ様です。えー、これからもリリーブアファンミファイナル、えー、ハロパーなどありますが、ご自愛くださいませ。ここまで読んでいただきありがとうございました。<laughs> ハブンナイステイ

みんなが好きだなって思う服の特徴俺分かってしまってんけど。言ってみ。おっ言うて。体のラインが見える服みんな好きだなと思って。俺シャツでも好きやけどね。あ、ほんとごめん。なんか、シャツが好きやけどな。俺も全然ダボダボ好きやけど。お前。ちょっごめん。もし違った。さんが好きさっきだから好なるほど。まあ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 、言わせてもらいますよ。ん好きです。 いやいや嫌いかなって言われたら嫌い好きか嫌いかって言ったら好きって意味だよね好きですよそう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 素晴らしいやっうそ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 いそうそういうそ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 でそうそいそう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 そでそう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  もう出してから、ね、こいつらも二周年かねえこれまたやらなあかんなう,うんうんマーシーの腕に巻いてるこれなんか何の重要なん何何これいやこれ解くと、うん、あのー、筋肉が膨張し,膨張し,膨張し筋肉しあそういうの <laughs> 筋肉が膨張,し <laughs> <や>膨張するのカタカタカタカあそうなんや これほどくとかざ開いてすべてをもう飲み込んでしまう。なるほど。犬や者にできる。毒物吸い込んだらうっとくってなるんでしょ。あと星についてるこれ丸いのあれやろお腹すいたら食非常食やな。そうキッキビダン。すごい。なるほどね。なるほどすごいな。坂田のいちごッキビダこれ腰に回して。そう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 。本当だ。すごい。次はみんなえ浦田さんがメロンメロンなんですね。メロンパンナで15えっとブドウで千鶴がジャガイモジャガイモかな。ジャガイモかな。なんだ。 スイーツフルーチュっていうやつやってん、はい,な <laughs> い,やいや。メロン、メロン、チ号ブドウ、ジャガイいトマイ。モスクワ、ジャガイモリ <laughs> も,も,もなおメロン、チゴ、ブドウ、カレーのほうがいあー。 ブルーベリーなんかそうなんだ。上のやつはたぶん、ブドウなってますね。あ、本当だ。あ、レモンやったやん。そう、上見てわかったけど。レモンの匂い。匂い。匂い。でといす。ありがとうございます。でとす。ありがとうございます。あいます。ありいまいます。あいます。ありがいます。ありがとうさんいます。ありがといます。ありがとうごん、います。ありがとうごいます。ありがとうごあがといます。あ 初めてイラストを送らせてもらいます。ミロハと申します。ミロ<ろ>、今回は夏ツアー、待て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 てセネ待て。なんだはい。これ、こんばんはじゃなくて、こんばんはーなるほど。もう変えてみよう。プレタさん、シマ君。あ、じゃあ、教育番組のニーさんって書いてあるから、そういう感じで覚えばい,いのね。ウううううレタさん、シマ君、サケタさん、センレさん、そして、おしがたと,といクルーの皆さん、こんばんはーなんか、初めて言<園> <laughs> ハンサムに出てくる人の声に似てる。<laughs> <laughs> <laughs> えそれで、もしかしてあの<や>カロリーメイドはカを食べるんだからな、あ<や>の人 <laughs> ちょっと似てる。急に叫び出すね <laughs>、うん。ちょっと似て初めてイラストを送らせてもらいます。ミロハと申します。はい、今回は夏ツアーの余韻に浸りながらピーコックエポックの4人を書かせていただきました。私は夏ツ名古屋に参戦させてもらいましたが、ピーコックの振り付けがすごくて、本当にもうおーってなりました。伝われ。 地方のネタもたくさん言ってくれて、私の歴代で一番楽しいライブでした。両国国技館、ハロパに参戦決定したので、あ幕張りなんですね、えー <laughs> えー。ハロパに参戦決定したので、夏つを越すくらい楽しいライブを期待しています。めっちゃ話変わるんですけど、レストランとかでご飯食べた後裁縫忘れたことに気づいたらどういう反応と対応しますか単純に純粋じゃない好奇心から気になったので、<laughs> 長文乱文失礼しました。誤字などあったらすいません、かっこすみません。これからも応援してます。って <laughs> なるほどね話が変わりすぎるけに。<laughs> 急に話が変わりすぎや。財布忘れたらどうするって。<laughs> 電話する。<laughs> ああ、確かに。友達とかね。財布忘れた。らどうするんだろうな。田なうはえ、とりあえず、まずは焦る。そして一度落ち着き、どこに行ったか思い出し、店だったら店に電話する。<laughs> いや、いえ、ですよ。家に財布はある。家かや。お会計。じゃ、知らねえよ、そ,そんなもん。ええー。<laughs> じゃあ、坂田さん。<laughs> えーっと。皿洗います。 ヤバいよねー <laughs> <laughs> 潔い感じだよね <laughs> 冷静にまずは皿らわらおガラやらんでたういわせでたくだそこでいるあの足技の強いやつを <laughs> おめえ俺の仲間にならねえかっ,って <laughs> で風邪引くなよってやって <laughs> <laughs> オーナー全部 <laughs> <て>やる想 <laughs> 像によりもそうってう感じでこ、ね、<laughs> <laughs> れあるんじゃん

そうか、アーロンとかだったら、大丈夫だったのか。そう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 。悪魔の耳持ってるやつは、なんかダメージ減る。ゾロとか減ったっけ。減るけど、対して減らない。あなるほどね。悪魔の耳のやつらは死ぬ。うん。死ぬぐらい減る。ごっさり減る。アーロンだけの敵。ずる。お、ピーコのイラストを書いてくれてますね。ありがとうございます。はい。ペーコーク、ペーコーク。本当だ。わかる。これは、ちょっと、あの、U. S. 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 で、こう抜かれる時の感じですね。カッこいいですね。 ねれ武道館のときこの4人カット割りだったのみんな知ってた。確か。え ?USS のときあの始まるでちょ、アイオサのあただ、左、USSF の最初のとき確か4人、あの画面。え、そうなんや。めっちゃ時間してたけど、左に時間してた。俺、あれ振り向いたりして、あーって見てた。あ、そうなんや。そそそうううやっぱ俺お願いしてね、一応カット割りお願いしますって。結構、結たやってくれてたんかなと思ってたけど、やってくれてたんですね。ありがとうございます。これは確か縦に4つで、 なんかあの真ん中の方、ちょっとお客さんに近くなるところは、なんか4画面みたいな。左上、右上。マリカみたいになった。マリオカートなどね。なるほどね。それはちょっと見た。と割い、いいっすよね。読ん出てきましたい。いねえすごい映像見たくなってきたな。早くスイッチング映像を送ってくれや。メタメタらはい、クレア。クレア。思い出にしたいんだよ。クレア。はい。 最後イラスト行きましょう佐賀田さんイラスト会議の本ね了解会議にあるやつ準備はいいですかゾロの服かじゃあウラの服よろしくお願しま浦島坂田線の皆さんこんばん…んこんばんはーもちもちと申します先日仙台公園で浦島坂田線の夏は一息つきましたね猛暑日が続く中日々のリハーサルやライブお疲れ様でした

地域差があるとは思うのですが、私の地元周辺は全く出ず、生まれてこの方、G さんを拝見したことがありません。まさに未知の世界で恐ろしいです。そこで、G と毎晩夜を過ごしていると言っても過言ではない皆さんにお聞きしたいことがあります。<laughs> 汚い部屋に住んでる馬鹿バカにしてるのかバ <laughs> カにしてるのかボケにしてるかバーサスゴキブリバの際に皆さんの行っにていてる戦術はありまするかかか、うん、えー、戦う必要はない。俺たちは一緒に暮らしていくんだ。 という方がいらっしゃいましたら、一番思い入れのあるゴキブリエピソードをお願いします。今回は大好きなピーコックエポックのイラストを描かせていただきました。おい、普通に話戻ってない。羽があるということくらいしか共通点のないお話をしてしまいすみません、テヘペロ。しりし欲にまみれた長文、おぶん、失礼いたしました。最後に、私は浦島坂田先の皆様が生きる糧です。どこまでも続いていってくださいね。スカイブルー糧ちゃんですんで言うねん、全部じゃあもう。

それはもうファンミでね。ファンミでしか見れない。ファンミでしか見れないですからね。イラスト、俺にするよ、うな俺にしろ、バックにして。俺にしろ、んで俺だけっていう感じですね。俺は俺は多分これ、ハいたいですね、多分今。俺は指くって。僕は確実に確実に足りないね、これは。僕確実に、僕は確実と決めた後ですね、これ。決めてるね、これは。 パフェうまんじゅペロてるペロ。あじゃあこれ、ヒーマントーそう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 ーっそう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 そろうのうそ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 うんなんうこのやろうそうそうのうそうっうそうそううそううそうそうそううそううううううそ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 うう ピコクいいっすねいいですねみんなに家に行ってもらえるスタイルの作品 <laughs>、うん、ピーコークエープー優しくするよ俺だそこ <coughs> あそこのリハーサルの時みんなおもろいよなぁ 俺この間久しぶりにやったとき真面目にやってなんか逆に恥ずかったもんえめっちゃ真面目やったよなめっちゃ真面目に俺にしときって言ったらあれこれちょうけるやつやったそういう今と思ってめっちゃ恥ずかしい。え思った俺仙台の時なんかみんな結構真面目にやってたからえっと本本気やんこいつ多分ね久々やったからちょっと調整したチューニングねそう感覚をね俺にしやというわけですべて紹介しま終わりましたね フィブリエピソードはなしなしでしたね。ゴキブリエピソードとして楽しいやついるか。いないです。もう、しないです、ゴキブリも。え、出たら何かやることあんのみんな。殺すのみでしょ。とりあえず殺すまでは絶対ねえへん、俺。もう。追いかける。それはあるね。うん。いや、いやもう一回見逃したそう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 。超フとりあえず殺すとりあえず殺す。うん。うん。とりあえず殺す。確実に。あとは直接持つことはないよね。その、もうスプレーとかでぶっ殺して。 トングとかで拾うみたいな。トングわかるわかる。まあ、トングって言ってるものが何なのかわかりますよ。あのバーベキューの時、ス持つやつでしょ。そうそうそう。そういうそれです。マシ、あるやん。マシ、あの、出た時、ちゃんとヌンチャクで倒してたん。模様ドラゴンジの。あれ、そん時のやつやったんや。 そうそうそうあれゴキ振リ退治するときの顔だった。俺らしかあったんだから。俺らしか持った。ドラゴンマーシー括弧ドラゴンジーっていうのがありまして写真で。ドラゴンジドラゴンマージ。あれはマーシーがオーケーじゃない限りは見せられない。確かにあれあれママーシーの面影ないもんあのドラゴンマーシー。いやでもあれどこだどこにあるんだ。えどんなんだけどちょっとめっちゃ面白い四人のグループメンうん俺持ってるよ。ちょっと貼ってもらっていい。 いいよ。俺最近見て、わあ、このドラゴン回し好きやわと思って。最近見たんや。気になる。だって、最近、俺が貼ったも。そう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 。なんか、断る。あるよね。そう、え、ドラゴン回し、いっぱい、人気やで。S. R. って感じやもん。みんなに見せ。そう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 。回し、回しが良ければ、だよね、本当にどんなやったっけ。そもそも。今、会議貼ってるから。え、どこにあった、どこにあった、どこにあった。五人、五人の方、五人。五人会議。やばいぞ。 ドラゴンマーシー。ドラゴンマーシー。これはこいつ比,較どう、ね、比較画像を作ってほしいな。ちょっと、まあ、<laughs> これマーーシ的にはやっぱ見せらればいっしょ。これやばいな。マ眉毛どないなって言これ、すごいな。<laughs> いなこんななるか。マジですごい、ね。これマーシーの顔に見えへんもん。わからんもん、これ。うん、まあなんか いつもそのかっこいい方をみんな見てると思うからこそこれを見ても別の人だとしか思えない。そう、確かに。めちゃ笑うやん。すごい。めちゃ笑うやん。めちゃ笑うやん。これ好きやわ。ほんまにもろい。いや、ほもろい。や、すごいな。これ好評しました。いつかマシ。いつかね、ドラゴンマシ。SR マシな。これ、誰か絵を描いてもらってさ。これを。これもあうかないてもらうかもしれない。これでちょっと。言ういうことくもしれなこれで、あラスうこいてくれ。 SR できるだけ充実にってやつね。今、ラインカメラでさ、あの、漫画バージョンにしてみたんですけど、ちょっと、あら、うのできるんや。なんかダメでした。あ、ダメやね。怖いわけになんかすごく。これはダな。やね。いつかじゃあ、見せられるような格好は無理やな、これは。あ、これは何もわかんない。なんかもう、世界地図ってやれても、ちょっと納得してしまうので。 お前、現地図や。すご。わかんな。お前やな。じゃあいつか出します。そうですね。すいません。ええ今ああそうですね。それからあのファンミで公開します。お、あいいね。いいですね。お願いします。ドラゴンマス。動詞、動詞。じゃあ終わりかな。どうどし。今日は。そうですね。今日はええここら辺で終了したいと思います。はい。はい。じゃあ106回目の浦島坂田戦の月曜日ラジオこれにて終了。イエーイ。ーい じゃあ、お願いします。お疲れ様でしたじゃお疲れ様しす。じゃお願いします。最後。もんもしもしうしもしもめもしもしもしたしも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 しいしもしいしもしいやもしいやいや。あいやいや。あいやいや。もし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 もあもし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 ベジータいつものベジータお願いしますもし あいつベジータ。ですかベジータそのベジータで締めてベジータで締めてえっと、放送終わりになったら、ウラタに無茶ぶりをされて、怒り狂うベジータで、で怒り狂ったタ、イ怒り狂ってファイナルフラッシュをウラタにぶつけて、で、ぶつけた後あの、勢い余っておならをしてしまう、ベジータ。あ、すごいな。はい。まず、まず、俺に腹を立てると。じゃお願いします。ゾロ、ゾロ、はいゾロ、ゾロで行け。ロ 高の目と対じしてミホークと対じしてるときに最終的に三千世界を決めてるシーンあるやん。で、あの時世界ってやるときに決まりすぎてうっとくるやつ。おなね。じゃあ、ンフ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 ンってとこもしないときにあげないよ。あ、なるほどね。マーシャルオドンクリークのときにやつやな。ドンクリークのときにやつやな。あ、そう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 。 あの時ね、オッケーわかった。そう,そう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 。はい、行きます。え、そろそれ、ゾロでいいのねゾロ。うん、ミホークもやって、はい、一緒に。わかった。はい。うん。え、じゃあ、えー、ゾロとミホークが戦いの末、えー、こう、ゾロが三千世界をして、こう、ミホークの方に行くんですけれども、うん、気張りすぎて、おならが出てしまった時のゾロをやります。<laughs> お願いします。<laughs> お願いしまんお前弱き者が何を望むえ、頑張ってこいんこっち えー、が戦闘何を言ってん <laughs> 何を考えている。ま <laughs> の何からちゃうものができる。こつ、読めないイ。こいつのゆう。<laughs> <laughs> <laughs>